トレード、戦力外通告、打者転向、そんな紆余曲折を経て左サイドスローに転向、そしてリリーフ投手として左キラーとして名を馳せた男、遠山昌司。今回は松井秀喜に顔も見たくないと言われ、松井キラーとしても活躍した遠山昌司のキャリアを振り返ります。熊本県芦北郡田野浦町で育った遠山は、幼少期から野球を始め、高校は八代第一高校に進学すると、高校ではエースとして活躍を見せ、甲子園出場こそならなかったものの、対外試合で投手として通算69勝3敗、ノーヒットノーラン11回、打者としては打率4割4分、ホームラン35本と異彩を放ちました。そして KK コンビに注目が集まった1985年のドラフト会議、ここで遠山は清原の外れ1位で阪神への入団が決まります。プロ1年目の86年シーズン、打者としての評価も高かった遠山でしたが、プロでは投手としてプレーすることとなると、高卒ルーキーながら4月27日の中日戦でプロ初登板。そして直球が自然とスライドするまっすらを武器に、5月14日の広島戦でプロ初勝利を9回2失点の完投勝利で飾ると、シーズンを通して最終的に8勝5敗防御率 4.22 の成績を残しました。この年桑田は2勝に終わったため、同年の高卒新人投手として最高の成績を残した遠山は阪神のエースとして将来を嘱望されます。しかしシーズンオフに参加したアメリカの教育リーグで肘と肩を壊してしまい、直球の微妙な変化がなくなってしまいます。結局これ以降は4年間で4勝しか挙げられず、90年は7試合の登板のみに終わり、オフにトレードでロッテへ移籍することとなります。新天地でもう一花咲かせる、その思いで91年シーズンに臨みますが、左肩の痛みの影響もあり、この年は10試合の登板で防御率 9.18、 その後も中継ぎとして登板したものの、思うような成績を残せず、プロ10年目の95年に野手に転向することを決断します。高校時代、打者としても名を馳せた遠山は、96年にイースタンリーグで最多安打をマークしましたが、一軍では95年、96年の2年間で16打数3安打、打率1割8分8厘と結果を残すことはできませんでした。そして97年シーズンは一軍出場がなく、オフに戦力外通告を受けます。プロ野球選手として完全燃焼したい、そう現役にこだわった遠山は、古巣阪神の入団テストを受け、投手として入団することとなります。阪神1年目の98年シーズンはフォームを固めるべく2軍での実戦経験を積み、しかし1軍では防御率 7.59 と振るいませんでした。そんな中で99年シーズン、この年から監督に就任した野村克也からの助言で、遠山はサイドスロー転向を決意。そして野村克也から、左バッターのインコースにシュートを投げられるか、そう聞かれた遠山は、これまで投げたことがなかったと言いますが、半ばハッタリで投げられますと返答。その後シュートを覚え、左打者のインコースを攻められるようになった遠山は、左のワンポイントとして登板することが多くなります。そしてこの年は特に松井秀喜、高橋由伸に強く、松井に関しては通算13打数ノーヒットに抑え、最終的に63試合の登板で2勝1敗1セーブ、防御率 2.09 の好成績を残しました。またこの年、一つのシーンに甲子園は大声援に包まれました。6月13日、阪神対巨人の一戦、7回裏2アウト3塁という場面でマウンドには遠山、そして阪神は代打の石井博を敬遠し、3番松井秀喜との勝負を選択。いくら相性がいいと言っても、当時の松井は25歳ながら、前年にはホームランと打点王の2冠に輝き、球界のスラッガーへと成長している強打者。そんな中、打席に入る松井が怒っていることが分かったという遠山でしたが、この勝負でも外のスライダーで追い込み、最後はインコースのシュートで空振り三振。松井は当時、遠山の顔も見たくないとコメントを残しました。この年、とにかく松井のインコースを徹底的に攻め、好成績を残した遠山でしたが、手元が狂ってぶつけたらどうしよう、
そんな思いも持っていたといいます。そんな中で監督の野村から、お前の給料は数百万、対する松井は億をもらうプレイヤー、松井の給料にはぶつけられる分も入っている、格下の投手が当ててもどうってことない、そう言われたところから気持ちが楽になったといいます。そしてテストで拾われた身、失うものなどないと思えた遠山は、翌2000年シーズンも左キラーとして好投を見せ、最終的に54試合の登板で2勝0敗3セーブ防御率 2.55 の好成績をマーク。松井キラーとして名を馳せた遠山は、結局99年2000年の2年間で松井と23打席の対戦があり、ヒットはわずか3本に抑えることに成功しました。そしてこの2年間好成績を残した遠山でしたが、起用法にも注目が集まりました。当時の阪神は弱小と言われ、特に中継ぎ陣が崩壊しており、投手の駒不足だったため、遠山は左打者を抑えると、次の右打者の時はファーストに回り、また次の左打者の時にマウンドに上がるという異例の起用法に応えていたのでした。翌2001年シーズンは3年連続50試合登板となる52試合の登板を果たしましたが、この年は座骨神経痛に悩まされるようになり、防御率は 4.88 と悪化。翌2002年シーズンは投球ができなくなるまでに座骨神経痛が深刻化し、最終的に23試合の登板で防御率 9.47 と制裁を書きました。そしてチームが若返りを進めていた方針もあり、来シーズンの戦力構想から外れていたことから現役引退を表明。最終登板となった10月14日の中日戦では、渡辺博之から三振を奪うと涙が止まらない、これでユニフォームを脱ぐんだと思うと涙を止められなかった、そんな思いのもと遠山は監督の星野仙一に肩を抱かれながらマウンドを後にし、現役生活にピリオドを打ちました。ドラフト1位で入団し、1年目から8勝を挙げ、チームから大きな期待を受ける。しかしその後は故障の影響でトレードとなり、投手を諦め野手に挑戦。ただそれでも結果を出せず、再び投手に挑戦しサイドスローに転向。そして最後はチームに欠かせない投手として活躍を見せた遠山昌司。どこかのタイミングで無駄なプライドが邪魔していれば、復活を遂げることはできなかったでしょう。何も変えないことは一番楽なことです。ただそれでは結果は出ない。何かを変えることは怖いことかつ大変なことです。それでも変化を恐れず挑戦を続けられるものにしか成功は訪れない、そう遠山昌司の野球人生が教えてくれているのではないでしょうか。それでは今回の動画がいいと思った方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。